エレナさんです。今日よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。水沢エレナです、えー。今日はウェディングドレスを着ての出席ということでドキドキしておりますが、最後までよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや本当によくお似合いで一瞬言葉を失ってしまうほどなんですけれども、ありがとうございます。今日お召しのウェディングドレスは、はい、桂由美さんのデザインのウェディングドレスと伺いました。はい。 お召しになってみていかがですか。そうですね。あの今日着させていただいているウェディングドレスはシルクで作られているので、またちょっと美しさが一段と素敵だなっていう風うに感じていますし、あとこのベールの繊細な刺繍もとっても素敵だと思いました。うん。キラキラと輝くね、ラメも散りばめられていて、本当になんかこう輝いている感じがいたしますね。 今回は実際に DVD では花嫁役としてご出演をされました。撮影された当時はいかがでしたか。そうですね。あのウェディングドレスを着て実際に式だったり披露宴を体験できるというのはとても貴重な体験でしたし初めてのことだったのですごくワクワクしました。はい、楽しかったっていうことでしょうかね。はい、とっても楽しかったです。<laughs> さあ今ですねご登場のシーンもそうだったんですけれどもウェディングドレスを着て歩くというのはなかなか難しいんではないのかななんて思うんですがこのあたりのノウハウもこの今回の DVD には収められているというふうに伺っております特に印象に残っているシーンなどありますでしょうか。そうですねあのー、私が実際にやってみて実際にやってみて難しいなと思ったのは。 新郎との掛け合いも結構決まり事があったのでそれはやっていて難しいなと感じましたああそうですか、はい、それは息を合わせるとかそうですねお辞儀のタイミングだったり、うん、一緒にバージンロードを歩く時にちょっと後ろの方を歩くとか結構集中してやっていましたそうですかすべ、はい、ての花嫁さんがそういった体験をなさっていくわけなんですよね。 さてそれではここで今回のリリースをお祝いいたしましてこの DVD にもご出演をされました素敵なゲストお二人にもお越しいただいております皆様どうぞ再び後方の扉をご覧くださいそれではご案内いたします佐藤愛子さんそして田丸真希さんですよろしくお願いいたしますそれでは一言ずつ頂戴したいと思いますまずは佐藤愛子さんお願いいたします ただいまご紹介に上がりました佐藤愛子です。私は結婚三十の時に結婚しまして、もうかれこれ八年ぐらいの年月が経つんですけれども、自分でも八年かというぐらい幸せな毎日を送っています。今日はこのイベントに参加できてとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。 それでは続きまして田丸牧さんお願いいたします。はい、田丸牧です。本日はよろしくお願いいたします。私は結婚三年目かなになるんですが、自分が結婚式を挙げたのがもうすでに懐かしいなというようなあの気分でおります。今日はどうぞよろしくお願いいたします、はい。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 佐藤さんと田丸さんは先輩花嫁ということで今日は先輩としてのお話もいろいろと伺っていけたらなというふうに思っておりますそれではどうぞご着席ください たくさんこういった改添えをしていただくというのも花嫁さんならではの経験ですよね。はい、なかなか普段こういった経験がないので今日は存分に味わっていただければと。はい、<laughs> さあそれでは早速お話伺わせていただきたいと思います。まずは佐藤さん田丸さんん <laughs> 今回はですね見せる花嫁になる方法ということで今回の DVD のリリースということになりましたこの DVD には晴れの舞台の結婚式でのノウハウが詰まっているわけなんですね。そこでお二人にはですねお二人の結婚式での一番の思い出ですとかこういうところが良かったよ逆にここはちょっとこうした方が良かったかななんていう思い出があれば教えていただきたいんですが佐藤さんいかがでしょうか そうです、ね、あの実は私はあの挙式を自分,自分たちで挙げてなくてですねいつかあの要するに身内というか親しい人だけを呼んでパーティーみたいなのをやろうかって言っていたらやはり日々の毎日に追われてやろうかやろうかでもう2年も3年も経ってしまっていた時にあの本当に友人たちが本当のサプライズで。 あのガーデニングパー結果的にはガーデニングパーティーみたいなのをあの開いてくれてでしかもあのこうウエディングドレスまで用意してくれてで写真も撮ってあのとても思い出になるあのパーティーができたのを覚えてます。 ですから逆にこうしておけばよかったなと思ったのはやはりいつかいつかと思っているとやはり結婚した後っていうのも毎日が忙しかったりしますのでなかなか時間も取れないしあの自分たちのことっていうと結局後回しになっちゃうことも多いのでやはり女性としては写真1枚を撮るということだけでも計画を立てておくっていうのはあの経験上した方がいいのかなっていう思いはありました。 Mm -hmm. Hi.